こちらが私の自室です。ひえー、さすがお嬢様だな。私の部屋と違って全然散らかってない。それって比較になるの？素敵なお部屋ね。きっとここもみゆちゃんのお部屋のうちの一つなのかしら。自分の部屋はここだけですよ。子供の頃から愛着がありますので。あら、そうなのね。他にもたくさんあるのかと思ったわ。まあ自室は一つが普通なんだけどね。うわ、クラシックギターが置いてあるじゃん。もしかしてみゆが弾いてるのか？いえ、昔お父様にいただいたものなのですが、私には難しくて。なんだよそれ、もったいないな。ギターは弾いてなんぼだぞ。ん？ちょっと待って、これってあのギターじゃないか？名工が作った世界に数本しかないやつ。え、そうなんですか？お父様がオークションで競り落とされたものだと聞きましたが。ということは高価なものってこと？確か億単位の値がつくって噂を聞いたことが。億？そんなに高価なものなんだ。むやみに触らない方が良さそうね。でもどんなに高価なギターでも弾いてあげられないのはかわいそうですよね。いや、むしろ雑に扱わなくてよかったかもな。あ、ミユさん、そろそろライブの準備に行く時間じゃないかな。あ、本当ですね。もうこんな時間、急いで準備しないと。夕食は準備しておいてもいい？え、いいんですか？ありがとうございます。それじゃあ終わったらまっすぐ帰ってきてね。はい、では皆さん、しばらく家のことをよろしくお願いします。ライブ楽しんでおいで。気張ってこーい。さてと、まず何からやる？さっきもらった仕事のリストを見てみましょうか。これね。夕食の準備の他に庭の手入れと鯉の餌やり、あとはお風呂とトイレの清掃に。え、それ全部お手伝いさんがやってるのか？結構やることが多いね。とりあえず夕食の準備はヒーローでいいんじゃないか。それじゃ私は鯉に餌やりを。ちょっと待った。何？なぎさ、あなたそのままサボるつもりでしょう。な、決めつけるなよ。ちゃんとやることやるって。怪しいわね。葵、ヒーロー、なぎさは私がつきっきりで監視しておくから、あとはお願い。ああ、わかったよ。おい椿、離せて。葵、ヒーロー、助けてくれ。椿、みゆうさんのお世話係を任されて張り切ってるね。そうね。まあ、なぎさちゃんのお世話係って感じもするけど。